あー、そんなことしてたら私のお腹のゲージがあと2個しかない。大変だ。マコシはお腹のゲージ、あ、まだ全開、大丈夫。これでも私が死んだらどうなるんだろう。関係ないのかな。もっと食べれるものなんだろう。あと簡単にゲットできる食べ物。間違えた、間違えたよ。火がつかない。あ、あの木材が多分あれなんじゃないですか。原木入れた、なんかどっちかが原木じゃなくて、あの精製された方、板の方じゃないと。多分だから下を板にしたらいいんじゃないですか。ほらね、うん、そうなんですよ、意外とそういうのあるんです。原木だったら燃えないとか。私覚えてなかったけどどっちだっけみたいな。あ、でも確か石炭入れときましたよね。石炭使った方が、あ、間違えた。あ、そうそう、木炭。あー、操作が難しい。どうだろう。お、出来上がってる1個。はあ、収穫していいですか。よし、別にクワじゃなくても良かった気がするけど。ペイ、小麦取れた、小麦1個取れた。よいしょ、1個だけ取れた。今みたいになんかちょっと茶色っぽくなるまでダメなんですよね。この辺も伸びてるんですけど、これだとまた種になっちゃうんですよ。小麦1個じゃ作れなかったかな。あ、種取れた。作れないかな。パンはどこかな。この辺っぽい金のリンゴパン、一番右にある。まだ色ついてない。あー、小麦が3つ必要だ。やっぱりパンは小麦が3つ必要です。また死んじゃうんじゃないかな、その前に。あ、落ちちゃった。どうなるんだろう。あ、しかもまた夜になってきた。夜になったら成長しないから、あそこ明るくしないと。あー、あそこに食料となる牛がいるけど。あ、釣りをするってのもいいですね。お、キノコシチュー？あ、木のお皿を作ればいいのか。木のお皿ってどうやって作れるんだろう。覚えてないな。その木の皿のところ。いや、それにしても本当に敵全然出てこない。まあ、こっちとしては私、全然戦えないんでいいんですけど。木の皿、キノコシチューでもいいかもしれない。いい案かも。あ、もう持ってなかった。松明も持ってなかった。とりあえず帰ろう。キノコシチューできてます？できない。木のお皿どうやって作るんだったっけな。うーん、木の皿、よいしょ。あ、一番左に木の皿の作り方、それで、それそれ、キノコと、あ、そっか、その木の皿が必要なのか。木の皿の作り方、多分その辺じゃないな。ボールだ、木の皿じゃない、ボールって言うんだ確か。違う、それは花瓶です。花瓶？うん。あー、どうやって探したらいいんだろう。そっか、釣りをしようかなとも考えたけど、釣りをするには糸が必要なんだ。糸ないな。旗ですね、それは。あった、お椀。これ作れるんじゃないですか。作れたよ、4個もできた。よし、さっきいただいたキノコのシチューができるかもしれない。あ、違う違う、キノコの種類が違う。赤いキノコじゃなくて
そっちにあるこの子です。この茶色いキノコ、わーい、すごい、ありがとうございます。と、あ、間違えたやってきたどうもどうもじゃあ間違えてこれつけちゃったけど、よし、これでキノコ、キノコ降ってくる、これ全部、よし、よし、これでお椀を作って、じゃあ、あ、私死にそうだからキノコシチュー食べるところで終わりましょうか。ちょっと小麦はね、夜だと育たなかった。そう、赤いキノコじゃないんですよね、この茶色い方のキノコ、こっちじゃないとダメ。そう、しかもキノコここ、お、なんか攻撃を受けている。ん？ん？あ、空腹だ大変だ、戻ろう、はあ、大変、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、はあ、急いで、あ、死んじゃうどうしよう、キノコ、キノコ、あ、死ぬ、死ぬ、キノコ取ってきたよ、今キノコシチュー食べるからさ、ちょっと待って、よいしょ、よいしょ、キノコシチュー、キノコシチュー、キノコシチューはこれだ、これだ、あ、キノコシチュー作れます、作れます、作れてます、キノコシチュー食べるのどうやるの、急げ急げ、キノコシチュー持って、え、どうやって食べたらいいの、どうやって食べるの、あ、待って待って、投げちゃった、食べたい、キノコシチューを使う、使うでいいのかな、違う、どうしたらいい、違う、うーんと、食べるのどうやるんだろう、大変、どうやって食べたらいいの、使う、使うじゃない、絶対いるじゃないよ、死んじゃう、何したらいい、食べる、絶対いる、来た、近づいてたからだった、お、ふう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 、もう一個食べれる、危ない近づいてたからこの選択で使うってできなかったみたいです。これもなかなかの危ない、危なかったこれクラフトテーブルに近づいてたからダメだったみたいです。ちょっともう一個ぐらい食べて終わりましょう。このなんか上質そうなキノコのシチュー、あ、でも私キノコのシチュー持ってる、もう一個作ろう。お椀はどこだったっけ、忘れちゃった。まだ死にそうなのでこのキノコシチューを、離れて食べるなかなか重要、離れるの重要ですね。満杯にしないとダメなんですよね。持ってキノコシチューたくさん持ってるあ、お椀まこしが小さい声でお椀がない、お椀がないって言ってるお椀、私、あ、やべ、キノコ落としちゃった、ここにお椀入れときますね。あの、食べ終わったやつ、木のお椀回収されるみたいなんで、はいお椀どこだっけな、私も覚えてないや、間違えた、はい、しょ、食べよ、離れて食べる、よし、あ、よしよし、もう一個食べる、はい、やっとマックスになりました、よかった、 HP 回復した、よかった、キノコがある森で、まさかこんなに死にそうになるとは思いませんでしたね。お椀ありました、お椀ありました、あったうんって言ってる、お椀どこでした、お椀どこでした、開いてもらっていいですか、ベッドではなかった、あ、バケツのところか、バケツのところにお椀があるそうです。はい、ということでバイバイってやってるのかなそうどうもどうも、ということでちょっと今日はね、いろいろブレブレでしたが、最終的には死なずに食物を得ることができました。わーいわーいはい、はい、ということで皆様ご視聴いただきましてありがとうございます。こんな感じで続いていくと思います。ありがとうございました。よいしょよいしょ、バイ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 、あれ、どうやってやるんだっけ、バイバイ、そう、これこれ、バイ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 。